どうも、マセキの浅草キッド、エル歌舞伎のエルグダです。どうも、ゼロリンの林です。ということでね、はい、今日はね、僕、読者たちの集いというライブに出るんですよ。なんか本をね、はい、紹介したり、なんかそういうビブリオバトルっていうの、なんかあるらしくて、で、誰の本が一番読みたくなったかっていうのを、なんかこう戦っていくらしいんだけど、ああ、理由とか。そう。何を紹介するかって意外と迷うなと思って。なるほど。本当に紹介したいのだったら、うん、木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのかなんだけど、まあ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 、今何人がそれ興味示すんだっていうのもあるじゃん。まあそうだね。あとその面白くはね、できるかっていうのもあるんだよね。実際ね、自分の一番のものをね、進められないんですよね。これがまた困ったことにね。だからもしかしたら、うん、おぎままの黙っていられないを持っていくかもしれない。興味ねえだろ。ねえ。いや、一回ね、テレビ、内村テラスという番組で、紹介した時で、こう熱く、おぎままの、このブログとかで炎上するけど、自分の思いを吐露するところが好きなんですっていうのは、全カットになってましたんで、ライブでもしかしたら。おぎままにとってあんまりプラスなんで。いやいや、そんなことないでしょ。ねえ。ということで、ワールドカップを総括する長友佑都、一番苦しかったのは、頭皮でしょというね、名言が出てますけど、格好笑いなんですけども。今でしょみたいなことそうですよ。だからね、ちょっと前に前説で、とある番組スタジオに、なんか、林修先生の楽屋があってね、下に番組名書いてあったんですよ。うん、週末は、馬でしょって書いてましたね。多分競馬番組。競馬番組。ねえ。お、深夜のやつ？おぎやはぎさんやってるやつなのかな？なのかな？いや、ちょっとわかんないけど。うわぁ、林修先生とするからね、でかかったね。大きいですね。ね。僕ワイシャツ越しに初めて僕林修先生の乳首が、すら見るな。乳首が、しっかり僕見えましたね。いいですよ、そんなとこ見なくてね。乳ポチが、ね、乳ポチがちゃんと。あとはね、ベルギー戦の占いだこは、二代目のラビオ君だったというのがあるんですけど、日本対ベルギーがね、ワールドカップやりましたけど。もう先般だよ、先般。で、初代は浜ゆでっていうニュースになってますね。浜ゆでって何ですか？いや、もうだからそのままでボンとか、あれ塩でか？浜ゆで。浜ゆで。はいはい。うん、で、デロリアンは、ちょっと前言ってましたけど、なんか海外でも、よくあるよ。タコ予想。まあ俺がね、見たやつ、日本のタコ予想は、プールかなんかを、勝ち負け引き分けてゾーンを分けて、で、タコが泳いでったところで、それが占いが決まるらしいんだよね。俺見たのはね、水族館かなんかです。はいはい、でも、だいぶ前な。うん、で、去年、前回の大会でもさ、ほら、はいはい、オウムかインコだったかってやってたじゃん。オウムかインコ、うん、はい、鳥で占いやったりとかしてんの。なるほどね。毎回どっかなんでやってんの、うんうんうん、だからタコの時はね、俺見たやつは、おっさんがね、林立てるようにして、うわ、バンバンバンみたいなのやってる、やってるのがあって。自分の予想のところにタコを追いやってたっていう。そう。というよりもね、あれもタコもさ、命がけでただ単に殺されると思って逃げた先なんだから、だから俺ちょっと、それはちょっと違うだろうと思ったよ。それ追いやってたのは、セルジオエチゴじゃなかったですか？じゃない。違いますか？違うよ。私の予想はって言ってませんでした。言ってないよ、お前、ね。この間もどっしりやってたわ、お前。ね、解説者どっしりしたわ。日本代表のグループリーグを全て的中させた、タコはですね、今ネット上で、ラビオ君半端ないってと、つぶやかれているというね。もうさ、いいですね。何でも良くなってきてるな。いやいやいや。半端ないの使い方がもう。ねえ。で、俺サッカー詳しくないじゃん。うん、だから初めてね、この前ベルギー戦深夜まで起きて見たんですよ。はい。時に、大迫さんはいはい、アップになった時に、俺でやっぱずっと中西さんだと思ってた。大迫。あれこの人大迫さんっていう。だその、大迫半端ないって言ってる人が大迫さんだと思ってた。あー、なるほどね。はい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 。ネット上でちょっと前に、これだとサッカー詳しくない人、中西さん大迫さんだと思っちゃうって書いてあって、そんなバカなことあるかいと思ってたんだけど、俺思ってたわ。思ってたの、うん、だってあれだからあの映像めちゃめちゃ流れてたじゃん。高校サッカーの。はい、はい。だ時のと大阪半端ないって言ってさ、うん、言ってる、あの顔の肖像権ってありなんだの？あ、だからそれもね、ちょっと前ここで喋りましたけど、だそんなに不利益にならないことであれば、本人が不快に思わなければいいみたいなことらしいですよね。欲しいよな、でも。うん、そしてですね、今日もオタクマ経済新聞からちょっとね、いいよ、一個拾っとこうかと思うんですけど、いらないよ。夫のチンポが入らない、FOD、ネットフリックスで連続実写ドラマ化決定。あー、知ってます？本だっけ？あ、そうなんですよ。
本だっけ、そうだよね。これね、原作、夫のチンポが入らないは、うん、夫と交際してから約20年、うん、入らない女性がこれまでの自分と向き合い、うん、ドライかつユーモア溢れる筆致で綴った自伝であり、処女作と。夫のチンポが入らないは処女作なんですね。いいでしょう。もう勘違いしてないです。大丈夫その処女作の意味が違うんですか。ねえ。いや、そうそう、言語は。二つの意味で処女作なんですけども、うん、本ドラマは、久美子が大学に入学し、うん、同じアパートに入居していた健一と交際を始めるところから物語が始まります。おそして初めて体を重ねようとした夜、うんうん、健一の精液が全く入らないという事件が起こります。その後も性行為ができないままの二人でしたが、うん、性行為ができなくてもそれ以上に好きな人と一緒にいたいという強い思いにより結婚を決意、うんうん、はい、しかしそれぞれパートナー以外とはできるのになぜかパートナーとはできないことで揺らぐ二人の心てんてんてんと。どうですかこの純愛ラブストーリー。百田さん書いてるんですか。いや違うわ、それ純愛だろう。百田さんが書いてる。違うから実は純愛とね、純愛の真実って2つの方がね読むと面白いんですけど、よくあれだね、どういう話なんだろうね。なんか面白そうだよね、うんうん、だ我々もねちょっと前ダンカンさんに、うん、2人はやっぱり同性婚するべきだと、あの僕とデロリアンがね、でそうしたら面白い話題になるからって言われたんだけど、うん、もし俺とデロリアンが同性婚した場合にも、うんね、やっぱデロのチンポ入らないみたいなこともあるかもしれませんしね。なんだよそれ、ね、気持ち悪い話しやがって。でも意外とそこはうまくいくのかもしれませんしね。いかねえよそれは。分かりませんよ。いかねえよ、ねえ、初めて、うん、初めてお尻に入れなかったみたいなことを言う。いやいやそれね、ごめんね、俺ちょっと敏感なんだよ、あまあダンカンに言われたからなとかね、そういう夜の会話もあるかもしれませんしね。立川の立ちも立つ、勃起の立つで立川で行こう。あの立川、うん、ダンカンさんがね、もともと立川一門。いやすげえ情報量人だわ。ダンカンさんもともと立川一門すげえ有名ではない。勃起の方で立ちに行っちまったよ、ね、うん、ねえ、ああ、そんなこともあって立川ピンカンで。あとはね、はい、鳥貴族、着替えを盗撮した店長を懲戒解雇。着替えの女性従業員に見舞い金なんですけど。見舞い金って、なんか俺だね、出演料みたいになっちゃってるな。いやいや、そういう言い方はいいや。出演料、ね、だからまさに、うん、鳥貴族だったというね。なるほど。ということでございます。貴族みたいな。そしてね、貴族がかけられなかったですね。貴族みたいな格好してるのかな。あとはね、占いタコのね、話もしましたんで、うん、ミニにタコができたというね、言ったところでないでしょうか、本当に。なるほどね。ねえ。そして、はい、ゲンキング、ウェディングドレスを披露。あ、ネトラボさんですね。もうちょっとニュースがね、大きいニュースありすぎて、困りますね、今回は。もうね、うん、ねえ、こんなに大きいニュースなのになんで俺引きつけられる、うん、おい引きつけられろ。一個もいいこと出てこない。引きつけられろ、本当に。ね、タレントのゲンキングさんが、はい、7月3日、ドレス選びに来たよのコメントとともに、うん、純白のウェディングドレスを着た写真をインスタで公開したと。はい、わかりますか、インスタっていうのね。いや、はい、なんか知ってますよ。ちなみに、高俊さんの朝の情報、はい、旅番組に、うん、リカコさんが出た時あるんですけど、はい、で、みんなでラーメン屋食べに行こうっていう途中で、うん、リカコさんがなんか腰をかけられそうな外のところに座って、うん、ちょっとインスタ用に写真撮るって言ったんです。あら、自由奔放ですな。で、タカさんは先に歩いてる、うん。何やってんすか、インスタインスタントラーメンでいいんですかっていう。あー、ちょっと僕が。で、リカコさんが、うん、インスタントラーメンじゃないっていう。言ってました。どうですか。あ、高俊さんを持ってしてもですか。ね、いや。みんなことないですよ。手に余ってますね。いや、手に余ってないですよ。持ってないですよ、ね。持ってますな。でね、ゲンキングさん、本名を元気からサナに改名し、うん、女性としての人生を今歩んでいる。あ、じゃあ、ゲンキングって名前どうするんだろうね。まあ、芸名なんだろうね。本名はサナさん。芸名にするんだ。で、今回の投稿では、8月に発表しますとの思わせぶりなコメントも綴られていますが、一方で、著名なファッションデザイナーの名前や、ブランド名もハッシュタグで添えられていることから、ウェディングドレスのプロモーションではないかとの声も。いや、もう、ね、全然謎を、ね、どうなんですかね。作らないというか、そうですね。ファンにとっては落ち着かない1ヶ月となりそうです。いや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 、ね、そうなんですね、ハッシュタグもね。なるほど、うん、すごいね、でもね、うん、ね、すごいですよ、何でもこう、うん、商売になるというか、ね、まあ、そのプロモーションが、ね、2つ兼ねるっていうのがね、うまいんだろうね、から、
あとはね、ウガンダで今月から SNS 税が導入、あら、国民は激怒なんですけど。何 SNS 税？税金ってこと？そうなんですよ。7月1日に施行されまして、うん、はいはいはい、ウガンダでは、うん、Facebook や Twitter、うん、Instagram、スカイプなどのソーシャルメディアを利用する場合には、うん、あ、インスタグラムってあのインスタントラーメンのことじゃないですか。いい、いいですか。インスタントラーメンじゃないって言うんですよ。ウガンダの代表で、ミサンガしてんのかな。リカゴさんの代表作、ミサンガじゃないから。ミサンガしてんの。で、ソーシャルメディアを利用する場合には、うん、1日200ウガンダシリング、約 5.7 円が必要と、なるんですね。で、これはなんかその、向こうのさ、食品が1日平均いくらのかもわかんないからな、うん、高いのことがあるな。だ、要はその、政府とかの、批判なんかが結構あるんで、その対策じゃないかっていうふうに、うわ、ここの記事には書かれてましたけど、本当だったらあれだね。だからその、今年の2月か3月に、うん、オフィス北の騒動があって、うん、で、グレード議題さんの写真だけあるテレビ番組を間違ってウガンダトラさんにしてたんですけど。なってましたね。あれはいくら罰金がね、発生してるのか。あれは今ね、約 5.7 円の。枝豆社長が今から乗り込んでる。いやいやいや。勝ち込み、まだ第2のフライデー行きますね。枝豆社長もどうなるのかもよくわかんないけどね。はい。で、これね、で矛盾があって、うん、SNS でモバイル決済することもできるんだけど、うん、そのモバイル決済をするときに、うん、モバイル決済をするためにアクセスすることで SNS 税がかかるという。何だ、どういう矛盾なんだという。わぁ、ね。めんどくさいのよ。そうですよ。マトリョーシカのようなね。ね、統制経済、統制経済、統制、ね、政治、よくないね。ね、うん、そんなね、ことがありまして。最後にですね、41歳が11歳と結婚、批判高まる。41歳には ?11 歳。11歳これマレーシア。ほう。で、41歳の男性が11歳の少女と結婚したことが発覚し、うん、児童虐待ではないかと批判が高まっている。ほう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 。マレーシアのイスラム教徒は、うん、宗教裁判所からの、承認があれば、16歳未満でも結婚は可能だが、うん、宗教裁判所は2人の結婚は認めていないという。うん、あら、ダメでしょ。なんですけどね。すごい。16歳未満でも結婚は可能ってのがすごいでしょ。まあ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 。三船美佳でも16歳からですからね。結婚したのは。宗教入ってないでしょ。そうですね。宗教じゃないでしょ。確かに。その、マレーシアのね、あれは関係ないですからね。はいはい。すごいね、その。向こうの、うん、向こうの感覚とはまたね、わかんない。だけどこれが、41歳の男性には、うん、一夫多妻制なんですよ。あ、だから、何人目かの奥さんは、うん、その新しい妻が11歳であることを私は祝福していますっていう、また、だから分かんないのはさ、うん、一夫多妻制ってさ、もともとその戦争でさ、うん、旦那が亡くなったから一人のさ、男で何人も女の人を囲うっていうことで、うん、別にそういう性的な欲求のためじゃない。まあこのね、11歳の子、まあ、なんだろうな、幼女って感じに、じゃなくて結婚で形にしちゃったのかね、親ももしかしたらいなくなったのかもしれないし、まあまあ確かにね、これは二人のがなぜそうなったかっていうのは分からないもん、ね、分からんね、もう、うん、確かにね、なんかよく分からんです、ね、そうですね、肝心などこが抜けてる気がするこの、うん、まあね、大砂嵐もね、重婚疑惑なんてありましたけども、やっぱそのエジプトのね、文化とかまた分かりませんから、そこは。あ、はいはい、ね、ただフィフィは怒ってましたけどね、あの大砂嵐に。フィフィはもうね、フィフィは怒ってたんで。ファラオですからね。いや、それまたややこしいことになってる。ファラオね。ね、はい、ということで、はい、明日もですね、うん、ちょっとこういう大きめのニュースだけを使っていきたいなと思ってますね。一個も乗り気にならない。ごめん、一生懸命やってくれてるのはあるけど、うん、いやいいよ。こんな乗り気にならないニュースが。いやいや、だってもう長友の話から始まってますからね。もう、大変ですよ。いや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 。一番苦しかったのは、逃避でしょ。いいよ、ね、大変だよ、今日は。林修先生の俺、ちくぼじ道だったら、何もコメントなかったで俺も。いや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 、見るな。そのコメントだったらいらんだと。ワイシャツ越しにちゃんと、ね、いいですから。そうだね、私はということで、はい、明日またお聞きなさってください。はい、それでは。